今日はエイプリルフールだ。特にすることもなかった僕らはいつものように僕の部屋に集まると適当にビールを飲み始めた。今日はエイプリルフールだったので退屈な僕ら8つのゲームを思いついた。嘘をつきながら喋る。そしてそれをみんなで聞いて酒の魚にする。くだらないゲームだ。だけどそのくだらなさが良かった。トップバッターは僕で、この夏なんとした女が妊娠して実は今一時の危機なんだという話をした。初めて知ったのだが、嘘をついてみろと言われた場合人は 100% の嘘をつくことはできない。僕の場合夏にナンパはしてないけど当時の彼女は妊娠したし、一時の危機ではないけれど背中に水こはせ負っている。どいつがどんな嘘をついているかはなかなか見抜けない。見抜けないからこそ楽しい。そうやって順繰りに嘘は進み、最後のやつにバトンが回った。そいつハチビリとビールを舐めると申し訳なさそうにこう言った。俺はみんなみたいに器用に嘘はつけないからとつくり話をするよ。なんだよそれ、趣旨と違うじゃねえか。まあいいからってよ、退屈はさせないからさ。そう言って姿勢を正した彼は、ではとつぶやいて話を始めた。僕は朝起きて気づくと何もない広い部屋にいた。どうしてそこにいるのか、どうやってそこまで来たのかは全く覚えていない。ただ目を覚ましてみたら僕はそこにいた。しばらく呆然としながら状況を把握できないままでいたんだけど、急に天井のあたりから声が響いた。古いスピーカーだったんだろうね。ノイズがかった変な声だった。声はこう言った。これから進む道は人生の道であり、人間の業を歩む道、選択と苦悶と決断のみを与える。歩く道は多くして一つ、決して矛盾を歩むことなく。で、そこで初めて気づいたんだけど、僕の手順の側にはドアがあったんだ。横に赤いべったりした文字で進めって書いてあった。三つ与えます。一つ、右手のテレビを壊すこと。二つ、左手の人を殺すこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり彼らは死にます。二つ目を選べば出口に近づきます。その代わり左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば左手の人は解放され、おめでとう、あなたの道は終わりです。めちゃくちゃだよ。それを選んでもあまりに救いがないじゃないか。バカらしい話だよ。でもその状況をバカらしいなんて思うことはできなかった。それどころか僕は恐怖でガタガタと震えた。それくらいあそこの雰囲気は異様で、有無を言わせないものがあった。そして僕は考えた。どこかの見知らぬ多数の命か、すぐそばの見知らぬ一つの命か、一番近くのよく知る命か、進まなければ確実に死ぬ。それは三つ目の選択になるんだろうか。嫌だ。何もわからないまま死にたくはない。一つの命か多くの命か、そんなものは比べるまでもない。寝袋の脇には大ぶりのネタがあった。僕は静かにネタを手に取ると、ゆっくり振り上げ、動かない芋虫のような寝袋に向かってネタを振り下ろした。鈍い音が、感覚が伝わる。次のドアが開いた気配はない。もう一度ネタを振る。顔の見えない匿名性が罪悪感を増しさせる。もう一度ネタを振り上げたところで、カチャリと音がしてドアが開いた。右手のテレビの画面からは色のない瞳をしたガキがよろりとした目でこちらを覗き返していた。次の部屋に入ると、右手には直線の模型、左手には同じように寝袋があった。床にはやはり紙が落ちてて、そこに箱があった。三つ与えます。一つ、右手の直線を壊すこと。二つ、左手の寝袋を燃やすこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり客船の乗客は死にます。二つ目を選べば出口に近づきます。その代わり左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば左手の人は解放され、おめでとう、あなたの道は終わりです。客船はただの模型だった。普通に考えればこれを壊したら人が死ぬなんてありえない。けどその時、その紙に書いてあることは絶対に本当なんだと思った。理由なんてないよ、ただそう思ったんだ。僕は寝袋の脇にあった灯油を空になるまで振りかけて、用意されてあったマッチを吸って灯油を放った。もうそういう音がして、寝袋はたちまち炎に包まれたよ。僕は客船の前に立ち、模型をぼーっと眺めながら紙が開くのを待った。2分くらい経ったとっかな。もう時間感覚なんかはなかったけど、人の死ぬ時間だからね、多分2分くらいだろう。カチャーという音がして、次のドアが開いた。左手の方がどうなっているのか、
確認はしなかったし、したくなかった。次の部屋に入ると、今度は右手に地球儀があり、左手にはまた寝袋があった。僕は足早に紙切れをしようと、そこに箱があった。3つ与えます。1つ右手の地球儀を壊すこと、2つ左手の寝袋を撃ち抜くこと、3つあなたが死ぬこと。1つ目を選べば出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり世界のどこかに核が落ちます。2つ目を選べば出口に近づきます。その代わり左手の人の道は終わりです。3つ目を選べば左手の人は解放され、おめでとう、あなたの道は終わりです。思考や感情はもはや完全に麻痺していた。僕は半ば機械的に寝袋脇の拳銃を拾い、激突を起こすと、すぐさま人差し指に力を込めた。パーンと乾いた音がした。リボルバー式の拳銃は6発で空になった。初めて扱った拳銃はコンビニで買い物をするよりも手軽だったよ。ドアに向かうと、鍵はすでに開いていた。何発目で寝袋が死んだのかは知りたくもなかった。最後の部屋は何もない部屋だった。思わず僕は一個声を漏らしたけど、ここはで口なのかもしれないと思うと少し安堵した。やっと出られる、そう思ってね。すると再び頭の上から声が聞こえた。最後の問い、殺すとしたら何を選ぶ。僕は何も考えることなく黙って待った道を指さした。するとまた頭の上から声がした。おめでとう、君は矛盾なく道を選ぶことができた。人生とは選択の連続であり、匿名の幸福の裏には匿名の不幸があり、匿名の性のために匿名の死がある。一つの命は地球よりも重くない。君はそれを証明した。しかしそれは決して命の重さを否定することではない。最後に一つ一つの命がどれだけ重いのかを感じてもらう。出口は開いた。おめでとう、おめでとう。僕はぼーっとその声を聞いて、安心したような除雪したような感じを受けた。とにかく全身から一気に力が抜けて、フラフラになりながら最後のドアを開けた。光の降り注ぐ眩しい部屋、目が眩られながら進むと、足にコツンと何かが当たった。3つの家があった。父と母と弟の家が。これでおしまい。彼の話が終わった時、僕ら初が物に込めないくらい緊張していた。こいつのこの話は何なんだろう。えも言われぬ迫力は何なんだろう。そこにいる誰もが、ぬらりとした気味の悪い感覚にとらわれた。僕は、ビールをずっと飲み干すと、勢いをつけてこう言った。いや、気味の悪い話は、やめろよ、楽しく嘘の話をしようぜ、こら、お前もやっぱり何か嘘ついてみろよ。そう言うと彼は、口角を吊り上げただけの不気味な笑みを見せた。その表情に、体の底から身震いするような恐怖を覚えた。そして、口を開いた。もう、消えたよ。え？さっき、作り話をするよ。